今回は株式投資の方法の論点について学習していきたいと思います。まず、株式を売ったり買ったりするためには、証券取引所に売り注文や買い注文を出さなくてはいけないんですけれども、その方法には成り行き注文と差し値注文の2種類があります。成り行き注文というのは、成り行き任せの注文というイメージで、株数だけ指定して、いいねで買う、いいねで売るという注文方法です。基本的に確実に売り買いすることができますが、値段の指定をしませんから、思ったよりも不利な価格で売買が成立してしまうリスクがあります。一方、差し値注文というのは、株数に加えて値段も指定する注文方法です。指定した値段より不利な値段で注文が成立することはありませんが、希望の値段で取引をしてくれる相手が見つからない場合、注文が成立しないリスクがあります。次は株式取引のルールについてです。株式市場は競りの仕組みで運営されていて、取引相手に有利な条件を提示した人ほど優先して注文を受け付けてくれると思ってください。ですから、いいねで買う人といいねで売る人、つまり、成り行き注文をした人が優先的に注文を受け付けてもらえます。これを成り行き注文優先の原則と言います。そして、成り行き注文をする人がいなくなれば、より高い値段で買う人と、より安い値段で売る人の注文から優先的に成立します。これを価格優先の原則と言います。それから、同じ値段で売りたい人同士、同じ値段で買いたい人同士では、先に注文を出した人から優先的に売買が成立します。これを時間優先の原則と言います。例を使って説明しますと、株式市場では銘柄ごとに、いくらの値段で売りたい、あるいは買いたいという差し値注文が、合計どのくらいの株数入っているのかという情報を知ることができます。これを板情報と言いまして、イメージとしては画面右にある表がそれです。例えば、画面のような注文状況の銘柄を、5万株、成り行き注文で買おうとした場合について考えてみますと、成り行き注文で買おうとする人は、99円で買おうとしている人より優先的に注文を成立させることができます。これが成り行き注文優先の原則です。そして、100円で売ろうとしている人は、101円で売ろうとしている人よりも優先的に注文を成立させることができます。これが価格優先の原則で、100円で売る注文が3万5000株成立します。残りの1万5000株については、101円で売ろうとしている人から買うことになりますが、101円での売り注文は3万1000株入っています。買う人は1万5000株を101円で買えますが、売る人の間では時間優先の原則によって早く注文を出した人が株式を売ることができるという具合です。次は単元株制度についてです。株式には単元株数という取引単位が定められています。例えば、ある会社の株価が5000円だったとすると、それは必ずしもその会社の株式を5000円で買えるという意味ではなくて、もしその会社の単元株数、つまり取引単位が100株なのであれば、100株単位でしか取引をすることができませんので、その会社の株式を買うためには、最低5000円かける100、イコール50万円必要だということになります。また、単元株数を定めている会社では、単元株数ごとに議決権が与えられますので、単元株数未満の株式を保有していても、その株式には議決権はありません。また、
一般的に株主優待を受け取ることもできません。ただし、配当金は単元株数未満の株式に対しても支払われます。次は株式の受け渡しについてです。株式の売買が成立することを約定と言いますが、株式は約定したその日に受け取ることができるわけではありません。なぜなら、株式は約定した日から起算して4営業日後に受け取ることができるというルールになっているからです。営業日というのは、証券取引所が営業している日のことで、土日祝日を除く平日だと思ってください。ですから、例えば25日の木曜日に株式を購入した場合、25日から数えて4営業日後、25、26、土日の27、28は飛ばして、29、30日に株式を受け取ることができます。ですから、株主優待や配当金は、3月31日に株式を保有している人に渡しますよという会社が結構多いですが、この例で言うと、26日までに株式を購入した人でないと、株主優待や配当金は受け取ることができないということになります。次は株式累積投資、略して累投と呼ばれるものについてです。これは証券会社と契約を結んで、株式を定期的に一定金額ずつ積み立て投資する投資手法です。機械的に一定金額ずつ購入しますから、株価が下がった頃を見計らってタイミングよく株式を購入するわけではありませんが、株価が比較的安い時にはたくさんの株数を購入することができて、株価が比較的高い時には購入数量を抑えることができるという効果があります。これをドルコスト平均法と言いまして、感情に左右されず、平均購入単価を押し下げることが期待できます。次は株式ミニ投資についてです。これは証券会社と契約を結んで、株式を単元株数の10分の1単位で売買する投資手法です。例えば、株価が3万円で単元株数が100株の株式があったとしますと、通常の方法でその株式を買うためには最低300万円のお金が必要になりますが、株式ミニ投資を利用すると30万円単位でその株式を買うことができるようになるわけです。単元未満の株式には議決権や株主優待はありませんが、ミニ投資を繰り返して株数が単元株数に達すると通常の単元株式として扱われることになります。最後は信用取引についてです。信用取引というのは、ざっくり言いますと、証券会社に一定の担保を差し入れることによって、借金をして株式を売買する投資手法です。手持ちのお金以上の株式を売買することができますので、ハイリスク、ハイリターンな取引と言えます。そのため、信用取引口座を開設するためには、一定の知識や資力、投資経験が必要となります。それでは、信用取引の仕組みを例を使って説明したいと思います。信用取引には、買い立て取引と売り立て取引の2種類があります。買い立て取引は、お金を借りて株式を買って、後でお金を返す取引です。例えば、300万円を担保として証券会社に預け入れて、1000万円お金を返す約束をして、1000万円お金を借りて株を買うとします。そして、株価が 1.2 倍になって、1200万円で株式を売ることができれば、1000万円返済しても手元に200万円が残ります。
手持ちの300万円が 1.2 倍になっても60万円しか儲からなかったと考えれば、手持ちの資金だけで投資するよりも高いリターンが得られたことになります。それから、売り立て取引はお金ではなくて株式を借りて、後で借りた株式を同じ株数だけ返す取引です。例えば、300万円を担保として証券会社に預け入れて、ある銘柄を1000株借りて1000株返す約束をしたとします。で、そうしたらまず、借りた株式を株式市場で売ることから始めます。ですので、もしこの株式の株価が1万円であれば、手元に1000万円の売却代金が入ってくることになります。で、その後、株価が8000円に下落したら、この株式を1000株購入して、借りた株式を返せば、株式の購入代金は800万円ですから、手元に差し引き200万円が残ります。このように、売り立て取引は、株価が下がった時に利益が出る投資手法です。で、売る順番と買う順番が、現物取引とは逆になるだけで、要は安く買って高く売ればいいわけですから、株価が下落すると思えば信用取引を利用して、現物取引だけでは得られないチャンスをつかむことができます。次は委託証拠金についてです。信用取引では借金をして株式取引をするわけですから、委託証拠金という借金の担保が必要になります。担保の額は通常、約定価格の 30% 以上で、最低30万円とされています。現金だけではなくて、国債や株式などの値動きがある有価証券を差し入れることも可能ですが、値動きがあるものを担保とする場合、担保価値は時価の7掛け。あるいは8掛けで評価されるのが一般的です。で、反対売買をして信用取引の利益が確定したら、その利益や証拠金はすぐに新たな信用取引の委託証拠金とすることができます。で、それからこの委託証拠金について一番気をつけなくてはいけないのが、借金をして売り立てたり買い立てたりした株式に含み損が出たり、あるいは担保として差し入れた委託証拠金の時価が下がってしまった場合に、追加で委託証拠金を差し入れなくてはいけなくなる場合があります。これを追加証拠金、略して追証と言います。追証の仕組みを例を使って説明しますと、例えば借金をして1000万円分の株式を購入しようとした場合、最初に差し入れるべき委託証拠金は、最低30万円かつ約定価格の 30% 以上ですから、300万円です。そこで、300万円の現金を証拠金として差し入れて、1000万円の株式を購入した場合について考えてみたいと思います。具体的には、維持率という値が 20% を下回ると追証が必要になるんですが、小難しい話はさておき、証券会社からすれば貸したお金が返ってこないのが最大のリスクですから、ある程度の担保を確保しておきたいと考えていると思ってください。基本的には約定価格の 20% で、このケースでは200万円となります。要は、お金を貸している証券会社は、担保の実質的な価値が200万円を下回ると困ると考えているわけです。で、スタート時点では、顧客から預かった証拠金が300万円あって、顧客が購入した株式も証券会社の口座にありますから、顧客の資産は合計1300万円証券会社の中にあります。ですから、この時点でもし顧客に逃げられても、貸したお金1000万円は確保することができます。そして、
この後株価が下がって、顧客が保有している株式の価値が900万円になったとします。この時点で顧客は株式を売却していませんので、まだ損益は確定していませんが、もし今の時価で売却すると100万円損してしまいます。これを含み損と言います。含み益や含み損というのは、仮に今時価で売却すると実現する利益や損失のことです。この時点ではまだ証券会社の手元に顧客から預かった証拠金が300万円と、顧客が購入した株式900万円の合計1200万円がありますから、実質的な証拠金は200万円であって、もし顧客に逃げられたとしても、貸したお金1000万円は確保することができそうです。ですが、もしもっと株価が下がって、顧客の含み損が200万円になったとしたら大変です。証券会社の手元には、顧客から預かった証拠金が300万円と、顧客が購入した株式800万円の合計1100万円しかなくて、実質的な証拠金は100万円ですから、もし顧客に逃げられたら、この先の株価の変動によっては、貸したお金をきちんと回収することができないかもしれません。そこで、追加で証拠金を差し入れてもらう必要が生まれるわけです。最後は、信用取引の種類についてです。信用取引には、制度信用取引と一般信用取引の2種類があります。制度信用取引は、証券取引所が定めたルールに則って取引を行うものです。証券取引所が指定した銘柄のみ取引が可能で、最大でも6ヶ月後には決済しなくてはいけないというのが主な特徴です。一方、一般信用取引は、証券会社が定めたルールに則って取引を行うものです。金利や返済期日は証券会社が自由に決めています。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。